皆さんこんにちは、日月美和です。今日は日本画には決して欠かすことのできない二カワについて紹介したいと思います。日本画の特徴というのは自分で絵の具を調合して作れるというところだと思うのですが、その際に必ず必要になるのがこの二カワです。日本画の絵の具のほとんどはそのもの自体には接着力がないので、このニカワと水とを自分で調合することで初めて絵の具として使えるようになります。これらのニカワというのはいろいろな形状に作られていますが、それぞれ元は同じ動物から取れたコラーゲンでできています。しかしこの固形のままでは絵の具を溶くときに使えないので、まずこれを自分で炊く必要があります。水と一緒にこれを炊いて液体にしてから絵の具として使います。今日はこの粒状になった粒ニカワ、それから棒状になった3000本ニカワ、そして私が一番よく使っているキューブ状の南人シカニカワ、そして液体状のシカニカワ、この4つのニカワの使い方、溶き方をお見せしようと思います。それでは始めていきましょう。ニカワを炊く際はニカワ鍋とニカワさじが必要になりますが、これがない場合はガラス瓶とスプーンなどでも代用可能です。まずニカワを測らないといけませんが、粒ニカワの場合はこれぐらいの分量です。ではまずニカワを測りましょう。このような小さいデジタルスケールも売っているので、一つ持っておくと便利です。各作品の大きさにもよりますが、私はだいたい一度に炊くのは水 70cc 分と決めているので、基本的には 7g 前後を目処に測っています。次は水を測ります。この場合は約 70cc です。それぞれの分量を測ったら煮皮鍋に入れます。つけた直後はこんな感じです。煮皮は水を吸わせてふやかしておかないと炊くのが非常に大変なので、このまま冷蔵庫に入れて保存しておきます。粒ニカワは一粒一粒が小さいので、少しの時間水につけておくだけで簡単に炊けるようになります。なので急に絵を描きたくなったという時などに便利です。適度に吸水させたら冷蔵庫から取り出していよいよ炊いていきます。ニカワを炊く方法は基本的には湯煎です。電熱器を持っている場合はそのまま火にかけてもいいのですが、なかなか持っている方は多くないと思いますので、台所にあるお鍋なんかを利用して湯煎するのが一番やりやすいかと思います。お湯は沸騰しても、煮皮自体は沸騰させないように気をつけて、時々かき混ぜながら炊いていきます。煮皮が全部溶けてきっちり液体になったら火から下ろします。次は炊いた煮皮をティッシュペーパーを使ってこします。これは煮皮に含まれる不純物を取り除くために必要なことなのですが、現代の煮皮はそんなに臭くもなく、そんなに不純物もないので、正直しなくてもいいような気もしますが、一応やっておくと安心です。また私はこのように同じ煮皮鍋2つを使ってやっていますが、ガラス瓶などに移し替えても大丈夫です。全部こし終えたら完成です。これで絵の具などを溶けるようになります。
なみに一つ覚えておくと便利なことをご紹介しますと、炊いたばっかりの煮皮をこのように指で触ってどれぐらい粘りがあるかを確かめておくことをお勧めします。煮皮は炊いてから火が経ったり固まったものをまた湯煎したりしているとどんどん劣化してきて、この粘りがなくなっていきます。ですので初めはあまりわからないかもしれませんが、このように指で煮皮の粘りの感覚を覚えておくと、どれぐらい煮皮が傷んだのかというのがわかるようになってくると思います。続いて3000本煮皮の溶き方に移ります。3000本煮皮はこのように長い棒状になっているので、このままでは煮皮鍋に入りません。なので自分で折らないといけません。ですが手で折るにはなかなか硬いので、私が普段やっている折り方をご紹介します。日本画の技法書などにはよくペンチを使って折りますと書いていますが、私自身はペンチを使ってまともに折れたことがないので、いろいろやっているうちにこの方法にたどり着きました。まず刃のしっかりしたカッターを使って煮皮の折りたいところに切り込みを入れていきます。私は普段この1本を6つに分けるようにしています。カッターなら身近にあって傷んでも刃を変えればいいだけなので、やりやすいかと思います。切り込みをすべて入れ終えたらタオルでくるんで折ります。この時硬い煮皮が飛び散ると非常に危ないので、必ずタオルできっちり巻いてから折るようにしてください。きちんとカッターを入れられていたら、あまり細かい破片などが出ずに綺麗に折れると思います。それではまた測って炊きましょう。分量は先ほどと同じぐらいです。この3000本煮皮も先ほどの粒煮皮と同じように、だいたい煮皮対水のグラム数が1対10になるように測ります。そして水につけてまた冷蔵庫で保存しておきます。この3000本煮皮は粒煮皮のように 2、3 時間つけたぐらいではまだ芯が残っているので、簡単には炊けません。半日以上つけておくとしっかりふやけて炊きやすくなると思います。しっかりふやかせたらまた湯煎して煮皮を炊きます。炊き終わったら先ほどと同じようにこしておきます。続いてはサイコロ型の鹿煮皮です。分量はこんな感じです。この鹿煮皮は粒煮皮のようにバラバラすることもなく、3000本煮皮のように折る必要もないので、とても測りやすい煮皮です。そしてこれは他のものより比較的粘着力が高い煮皮なので、少し水を多めにしても大丈夫です。しかしこの煮皮は他のものより長く水につけておかないと炊きにくい煮皮です。丸1日つけてもまだこのように割と芯が残っているので、私は 2、3 日はつけてから炊くようにしています。しっかりふやけたらあとは今までと同じです。この煮皮を使う場合は、炊きたいと思ってもすぐに炊くことができないので、例えば3日後から絵の具で彩色しようなどというふうにスケジュールを決めてから私は使っています。最後は液体状の鹿煮皮です。今ご紹介した鹿煮皮を液体状にして売られているものです。これはもうすでに液体状になっているので一番早く使える煮皮です。ですが冬場はこのようにゼリー状に固まっていることがよくあります。瓶ごと湯煎して溶かしてから使ってもいいのですが、煮皮はあまり熱したり冷ましたりを繰り返していると劣化が早くなるので、少し横着ですが私はこのように削り取って使っています。この煮皮には煮皮の3倍の量の水で薄めて使うと書かれているので、
私は単純に二かわさじですくった杯数かける3倍の水を入れています。だいたいこれぐらいで炊いてみてから、触って粘り気を確かめて薄すぎたり濃すぎたりした場合はまた調整するといいかと思います。あとはまた鍋で湯煎すれば OK です。昔は日本画のニカワといえばとても臭いものというイメージでしたが、最近のものは全然そんなことはないので、家で日本画を描いてみようという人もとても使いやすいと思います。はい、というわけでニカワの炊き方についてご紹介しました。私も日本画を描き出した初めの頃はそれぞれの煮皮の使い方がわからなくて困っていましたが、だんだん描いていくうちに自分に合ったものを見つけてこられたので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。今後もこんな風に日本画の技法に関する動画をアップしていこうと思っています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。